鳩山さんはすごいリーダーシップとかちゃんとある人なんですか、田原さんは。ないでしょうね。ない、うん、彼は預金計らい、うん、だからお母さんから金もらった、はい、11億あれも何にもしない、処理すらしないって、あんまり何にもしないから国税も検察も呆れて、はい、ならいいよと。だから今アメリカと非常に関係が険悪だから、はいはいはい、検察ですら妥協してくれたから、アメリカもきっと妥協してくれるだろう。マジですか。マジだから民主党の連中はね、みんなねもう不満いっぱいって不安いっぱい、はいはい、ね、鳩山由紀夫さんは本当に明るい人で、はい、あの民主党の党首の時に僕らがインタビュー初めて行った時に、民主党の事務員の方がお願いがあるんですが、はいはい、あの一切うちの党首を乗せないでくださいと。何でも言っちゃう。あ、乗っちゃうから、ええ、乗せないでください、うちはバラエティなんで乗ってもらわないと困るんですけど、つって、そうですか、じゃあ乗せてもいいですけど引かないでくださいって言われて、へえ、引いてしまう。で実際に行ったら、いやーすごい血統ですねこの鳩山家だった、ヒヒーンって言ったんですよ。大声だ。その返しは吉本で言うと RG ですよ、それ。シルバーです。レーザーレベル的には何が返しですよ。だから総理になってからずっとこのアイムソーリーっていうシャレが言いたくて言いたくてしょうがないんですよ。やっと言えると。そうだね。いや言いたいから、言いたいところに自分を追い詰めてるんだよ。そのためにあれ税金申告しなかったんだよ。